午後のリサイタル。今日はチェロの菅野博文さんをご紹介しましょう。菅野さんは東邦学園大学の出身、斉藤秀夫さんに師事し、1969年のNHK 毎日新聞社共催の音楽コンクールで1位、1971年のカサド国際チェロコンクール4位の実績を持ち、1972年にインディアナ大学に入学、ヤーノシュ・シュタルケル教授に師事されました。そして1974年のチャイコフスキー国際コンクールでは3位に入賞し、1976年からフィラデルフィア・テンプル大学の助教授を務めるとともに、ニューヨーク、フィラデルフィア、ワシントンを中心に演奏活動を続けていらっしゃいます。今日の演奏曲目はブラームスのチェロソナタ第2番を選ばれ、ピアノは土屋律子さんが受け持たれます。では菅野博文さんのチェロ演奏、ブラームスのチェロソナタ第2番平調調作品99をお聴きください。
Thank you.
Thank you.
ブラームス作曲チェロソナタ第2番平調調作品99でした。午後のリサイタル、今日はチェロの菅野博文さんを土屋律子さんのピアノでご紹介しました。